皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日はこちら、このなんだっけ、インスタントコーヒーを使ったダルゴナコーヒーを作っていきたいと思います。ということで、なんか今ね流行ってて、いちご飴の次ぐらいに結構流行ってるのかな、ダルゴナコーヒーで。私普段結構コーヒーとかも飲むんですけど、お家でそういうなんか可愛いコーヒーができたらすごいなぁと思ったので、今回挑戦してみたいと思います。で、今回はちょっと一回だけね挑戦したんですけど、一回失敗しちゃって、二回挑戦して、二回目は割とできたので、ちょっと今回も挑戦、失敗しないように頑張っていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで、まず必要なものなんですけど、コップですね。このコップちゃん、私今回はキティちゃんのコップにしたんですけど、透明の方がそのダルゴナコーヒーのコーヒー豆のやつ、ふわっとしたやつが上に乗っかるので、牛乳との差が分かりやすいから、こういう透明の方が可愛いと思います。あと私のシルバニア、これは関係ないですね。あとこちらのインスタントコーヒーですね、これは何でもメーカーはいいと思います。あとお砂糖ですね、と牛乳。今回私ちょっと可愛くデコレーションしたいなと思っていて、今回そのマシュマロ、普通に市販で売ってるマシュマロと、あとチョコペンを用意しました。今ちょっとこれ温めてるんですけど、あ、もうだいぶ温まってる。で、やっていきたいと思います。ではまずですね、これすごく簡単なのか、全部1対1対1なんですよ。だから大さじなんですけど、このダルゴナコーヒーの、このなんだっけ、インスタントコーヒーですね。インスタントコーヒーも1で、こちらも1、あとお水ですね、お水も1、全部大さじ1ずつです。で、やっていきたいと思います。これちょっとお水が入ってます。はい、じゃあまず、私普段あんまりインスタントコーヒーはね飲まないんですよね。結構コンビニとかのでも結構好きで飲むんですけど、インスタントっていうよりもなんか結構買っちゃうかも。こんな感じ。あ、お、はい、あ、でも結構いい香りする。あとボウルと、あとまあこれも大さじ1杯のサジと、あとこれですね、攪拌機です。はい、じゃあまず入れていきます。1とお砂糖も1入れます。はい、こちらです。1とお水ですね、お水を1入れて、こんな感じ、全部1対1対1です。で、入ってます、これですね。で、これをひたすら混ぜていきます。こういう感じですね。結構この段階でもインスタントコーヒーあまり飲まないけど、コーヒーのいい匂いがします。これがね、結構大変で、最初なかなかならなくて、まだ割と濃いんですけど、でも、ね、だんだん薄くなってくる色が、カフェラテ風の色になってきて、それまではちょっとひたすらこれを続けていきたいと思うんですけど、最近ここにもいるんですけど、シルバニアファミリーにハマっていて、すごい可愛い。赤ちゃんとかいるの、これ。めっちゃ可愛くないですか。あと三つ子ちゃんとかもねいたりとかする。これからね三つ子ちゃんも飼いたいなと思ってるんですけど、すごい可愛いの。とにかくひたすらこういう感じですね。こうやってかき混ぜていきます。まだね全然色が濃いんですけど、もっともっと薄い色になってくるまで、とにかく
だからね、多分なんかながら作業とかした方がいいかも。本当にテレビ見ながらとか、あとは携帯しながらとかした方がいいかもしれないです。ひたすらこうやって混ぜていきます。結構ひたすら頑張って攪拌してます。でもなんか機械の攪拌機でもいいみたいなので、それでやっていただいてもいいですし、 あとなんか袋に入れてカシャ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 させてやる方法も私 YouTube で見たんですけど、それでもいいのかなとは思うんですけど、それでね一回やってみたら失敗しちゃったんですよ。だから私はもう本当に原始的な地道な作業でこれをやってます。最近家にいることが多くて、私もナースのお仕事以外はほとんど家にいるんですけど、なんかねお菓子作りとかあんまりやってなかったけど、ちょっとこれを機に目覚めようかなとか、あとなんか最近タクコスプレイヤーの人が家のタクっていうじゃあるじゃないですか、タクコスとかタクロリとかっていうのが流行ってるらしくって、だから私もタクロリやろうかなみたいな、家でファッションショー、家でロリータしながらなんかファッションショーやったりするのいいのかなとか思ってます。でもね、やっぱりみんなね、仲間がいた方が楽しいよねとか思って、ちょっと、なんとも言えないんだけど、早くね、収まるといいですよね、コロナがね。またみんなでお茶会したいなーって思ってます。そう、今回は、いちご飴、もう次、第2弾で、ちょっとダルゴナコーヒーなんですけど、まあ、ルゴリとは言えないけどね、なんかクッキング動画を出してみようと思って、出してるんですけど、どのぐらい需要があるのかわかりませんが、ちょっとなんか結構YouTube でダルゴナコーヒー出してる方は割となんか疲れたなんか結構なんかおしゃれな感じ、無印良品みたいな感じで結構出してて、なんかすごいおしゃれな感じなんですけど、私は今日はもうおしゃれとかいうよりも本当に可愛らしい感じで作ろうかなと思っていて、でコップもねキティちゃんにして、これ100均で買ったんですけど、これに置いて作って、かわいい、お茶会じゃないけどね、お茶会風にしたいなと思って、ロリータに合うみたいな。結構なってきた、色がねだんだん薄くなってくるんですよ。でもね普通はもっとほわってなるとは思うんですけど、まあいいか、これぐらいでも。で今回はまず牛乳を入れていきたいと思います。よいしょ。どのくらい入れよう、どのくらいかな、結構ね牛乳の量が多いのよ。牛乳が入りました。それでちょっと猫つながりということで、ダルゴナコーヒーどうかな、そろそろいいかな。そう、チョコペ、いちごペ、いちごペじゃん、いろいろ用意しなきゃ。ペンと、あと、なんかね、ちょっと、かわいく動物ちゃんにしようと思っていて。あ、乗った乗った乗った。よかった。でも、もっとあわあわにするべきなのかも。そうになればね、いいんでしょうけど。大体1対1対1もっとやった方が良かったかも。ちょっと私のもしかしたら失敗かもしれないんですけど、もっとあわあわだからもっと多分やってた方が良かったかもしれないんですけど、一応こんな感じです。結構層になってます。こんな感じで上からだとこういう感じでも、まあ、層になってるからいいっていうことで、ここからちょっと、まあ、これだけではなく、ペンで絵を描、絵というか、描いていきたいと思います。はい。では、チョコペン
ですね、とあと今回マシュマロを使っていきたいと思います。ポン、こっちにもポン、そしてここにもポン。あ、沈まなかった、よかった。なんだろうこれ、ウサギなのかな、クマなのかな、こんな感じ、何かがわからない、どうしよう。でも可愛くできたから、なんだろう、なんか足りない。いやでも変なもの描かない方がいいよね。これでいちごのマシュマロと一緒に完成しました。ダルゴナコーヒーロリータバージョンです。こちらがダルゴナコーヒーになります。なんかちょっと何者かがわからなくなってしまったんですけど、まあ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 うまくいったかな。結構ちゃんと層になっているのでいい感じだと思います。こんな感じでダルゴナコーヒーが完成しました。結構ウサギっていう体で、ウサギ猫かなっていう感じで完成したんですけど、では実食していきたいと思います。ちょっと汚れちゃうのでこの子たちには見ていただいて、いただきます。あれ吸えないうん、おいしい。なんかカフェラテっていうよりも結構牛乳感が強い感じです。なんか混ぜてもいいんだろうけど、結構濃い味を楽しみたければこのまま飲んだ方が美味しいかもしれない。だんだんちょっと味変してくっていう感じですけど、でも砂糖も1対1対1の分量で入れてるから結構甘みもあって、でちゃんと苦みもあるので美味しいです。うんうんうん、あ美味しい。あ、全然なんか家でこうアイスカフェラテ、なんかお店の味がするアイスカフェラテを飲んでる感じで、めちゃくちゃ美味しいです。なんかこれが邪魔でちょっと可愛くねデコったんだつもりなんですけど、なかなかうまくいかず、どんな動物になったんだろうとか思って、うん、でも美味しい、正解。なんかこれからアイスね、ちょっと暖かくなってきてアイスカフェラテとか美味しい時期なので、ぜひ皆さんおうち時間を使ってダルゴナコーヒーを作ってみてください。なかなかね外出する機会も減ってきちゃってて、結構ねカフェ美味しい、私もアフタヌーンティーめちゃめちゃ好きで、一番好きなアフタヌーンティーだと、なんか最近行ったのがジンジャー、最近っていうかまあだいぶ前なんですけど、ジンジャーガーデンっていうところのねアフタヌーンティー、この辺に出しておくんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、またね落ち着いたら行きたいなって思ってたり、あとよくねストリングス表参道さんにもよく行くんですけど、そのジンジャーガーデンも青山にあって、でストリングスも表参道にあるんで、結構そのラフォーレ原宿で買い物をして、でちょっと買い物疲れして、その青山の方とか表参道の方にお買い物に、あ、お買い物じゃない、お茶しに行くことが多くて、よくお茶してるんですけど、だから結構ねそういう時間がね、またね平和な平和なというか時間が来たらいいなって思ってます。こんな感じ、こんな感じっていうか、これ
そう、赤ちゃんもいるんです。最近登場の赤ちゃんかわいい。シルバニアにね、最近癒されますね。もういっぱい持ってた昔よく、最近そうだから最近目覚めてしまって、よくサイト見たりとかしてます。昔というか去年、いちご狩りのツアーをやらせてもらったんですけど、その時にシルバニアパークに行ったんですよ、みんなで。バスツアーみたいな、今絶対できないやつと思ったけど、去年はね、全然コロナの影響とかもなく、バスツアーやらせてもらった時に、いちご狩りに行って、その後に、シルバニアファミリーのシルバニアパークっていうのがあって、そこに行ったんですけど、めっちゃ可愛かったんですよ。で、グッズとかも結構売ってたり、あとカフェもあって、で、そこでね、パンケーキ食べたりしたんで、結構シルバニア本当に今になってっていうか、私結構なんかね、あんまりゲームとかやらなかったんですよ。幼少、中学校やんないけど、なんかコロとかよりも、なんか本当お人形遊びが大好きすぎて、だからゲーム買うよりも本当シルバニアとかリカちゃん人形とかをめちゃくちゃやってたので、なんか懐かしいのと、このね、この子はいたんですよ、昔は。でももうちょっとなんかネズミ色だった気がするんですけど、でもね、この子たちいなかった、最近のキャラなのかなとか思いながら、でも可愛かったのでちょっと癒され買ってしまいました。という感じで、ぜひ皆さんもダルゴナコーヒーおうち時間に作ってみてください。っていう感じで、私のお料理クッキング動画第2弾どうだったでしょうか。多分ね、チョコペンでもっと可愛く描けたと思うので、皆さんはもっと可愛く描いてあげていただければと思います。ということで、私の YouTube もうすぐでね2万人いくので、ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということで、青木美沙子でした。それでは、バイバーイ。